はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die というわけでやっていきましょうか。フェルルフォードまであと、どこに時間書いてある？左下か。あと1時間切ってる。ネズミの声がするぞ。ネズミが外に湧いてる。よし。内側には湧いてない？コンクリートに湧かないってことが分かったかな、これで。うわ、くしゃみしてた。よいしょ。フェラルフォートなのに、のんびり畑の収穫してる場合じゃない気がするんだけどな。よいしょ。でもね、この畑なくなっちゃうかもしれないし。よいしょ。フェラルフォート始まる前に植え直したいな。どうせなら。あ、これ、これいいじゃん、レシピ。ガーリックシード。2個は植えたい。よいしょ。1個はキープしとこうねのために。よいしょ。まあ、この距離でネズミが湧くっていうのが分かったけど、逆に土にしか湧かないっていうことも分かったんで、湧き潰ししとけば OK っぽいな、ネズミは。まだだよね、フェラルフォード。46分。向こう側植え直すのは無理かな。フェラルフォードに準備しなくて大丈夫なのかな、俺は。足折れてるし。サラダとか。種にして。待って、こんなことやってる場合じゃない気がする、本当に。そろそろフェラルフォードやばかった気がするよ。ああ、始まっちゃう。よし。始まっちゃった。レシピ。ちょっと待ってね、ゾンビさん待ってね。今俺忙しいんだ。オッケー、今行くわ、ゾンビさん。よいしょ。今日のフェラルフォードはまずいんだよね、確か。オッケー、いっか、これで。最高。今日から、なんか、遠距離系のゾンビが来るらしい。ちょっと遠くから。あれ、銃乱射じゃない？待て、なんか変なの持ってる。松明持ってんぞ。松明持ってんぞ、あいつ。これ、スナイパー案件ですね。倒した？よし、倒した。あいつもスナイパー案件ですね。で、あいつはさっきのやつはアサリに行こうか。よし。犬。うわ。やばい。うわ、入ってきてる。バカ。おわ、うわ、犬自由行動すんな。カムさん。犬自由行動してる。これだね、コムさんが言ってた。この、やばい犬止めてくださいって言ってた。いや、コムさんの方がなんとかしないとね。これダメだよ。外したし。上殴ればどういうの？問題さっきのやつを死体回収しに行きたいんだよ、俺は。死体。はぁー！トゥドゥドゥー！なんか変なのおるよー。どでかいのおるよー。倒したっぽい。よし。空っぽ、ゴミ！マジゴミ。
いた、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 聞いてない、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 いつ入ってきたの、あなた。外した。やめ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 。よし。とりあえず数を減らそう。これ薬飲んどいた方がいいね。あの松明持ったゾンビ何だったんだろうな、本当に。もう死体も名前も確認できないわ。よいしょ。どうしようこれ、死体回収できないのつらいな。ゾンビさん。きついな。うわ、なんか変なのいる、変なの。混ざってるか。やばい、松明ゾンビ来た、松明ゾンビ来た、逃げろ、逃げろ、絶対やばい、こいつ絶対やばい。絶対やばいんだって、今の松明ゾンビ。絶対やばい、こいつ。名前が超気になる、松明ゾンビ。松明ソルジャー。どっから入ってきてんだよ。よしよし。松明ソルジャー。炎上兵士。まんまだな。重たい。大丈夫。うわっしょ、びっくりしたよ。こちら？とりあえずこいつら減らそうか。よいしょ。犬、よいしょっと。OK。え、待って。OK じゃなかったわ。これ通る？貫通しないよね、多分。こっちだったらいける？よし。てんてんてん。てるてるてる。うわっ！バカ！出血した。誰だ、今。貞子っぽいのがいる声がするんだよね。普通に乗り越えてきた。何あいつ、川かい。あいつやべえな。あれちの魔女じゃないやな。なんだろう。え、待て待て、犬どこいる？あ、いた。大丈夫だな。思ったより平和的だぞ、このフェラルホード。今のところ爆発物は来てないぞ。お、ダークプリーストやば、ダークプリーストやば。こんなにアイテム持ってる、美味しすぎだろ。ちょっと強いゾンビ、美味しすぎだな。あ、すごい、向こうにもいっぱい溜まってるね。マツコさん、一応漁るか。マツコデラックス。もうまんまマツコデラックス釣っちゃってるもんね。フェラル化した男。フェラル化の母。あ、やばい。奥からどでかい変なのが来てる。やばい。怖い。うわ。ちょっと待って。帰ろう。どういった？お前もちゃんと引っかかるんかい？キョロキョローって。めっちゃよろめいて倒れるよ。待て。変な声が聞こえる。何の音だろう。とりあえずこいつ漁りたい、俺。巨大ゾンビ、女型。え、待って、これ。エクソグローブゲットした。ちょっと待って、巨大ゾンビ、さっきの巨大ゾンビ探そう。エクソ系を確保できるとは思わなかったわ。
美味しすぎでしょ。ちょっとさっきの女ゾンビの死体漁らなくては。ナイフとかいいわ、もうナイフとかいいわ。インチェンジしよう。どこだっけ女型、これどこだ、女型の死体どこ、女型の死体どこ。さっきのあさっとくべきだったんだな。マツコがいるんだよ、これ。マツコじゃない、サダコ。犬もいるな。お、なんか黒いのが来てる、黒いのが。甲冑ゾンビ。いやー、あいつ絶対やばそう。絶対やばそうなのが来てるね。地面えぐられるっていうのはまだかな、もしかして。今週は来ない感じ？来週のお楽しみみたいな。そういう感じだね、きっとね。それとも来てるけど、これに引っかかって平和的な戦い方してくれてるのかな。うわぁ、あれだよ、あれあれあれ。あれが地雷ゾンビだよ。ナース、ナース漁りたくね。フェラルカナース。うっ、やばい、こいつら何？色おかしいやん。はい、こいつら。うわ、デカゾンビ来てる。いつの間にか。ハロー。ハロー。わしを倒してた。絶対あいつは漁る。よし来た、よし来た、よし来た、帰れ。めっちゃうめえ、こいつ。ジャンプできない。何拾った、何拾った、エクソ、あー、まあ、あー、まあ。どういった、スモールデポジットと、エクソグローブと、エクソアーマー。アーマー？グラーマー？レッグアーマー？レッグアーマー美味しすぎだろ。巨大ゾンビ来ねえかな、巨大ゾンビ。やばいのかいるぞ、あれはやばいぞ、あれは警察官ですね。あれは明らかフェラルフか警察官ですね。仕留めないとやばいやつですね。あの距離から撃ってくるんかーい。倒しちゃった。で、こっちにいる。あ、時間尽きちゃったかな、こっちにいた人たち。こっちにいたあの謎のハイハイ軍団が気になってた。あ、いる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 。そいつらや、そいつら。こいつらが何なのか知りたいの、俺は。倒した、倒してないな。こいつらが何部隊なのかが知りたい、俺は。倒した。こっちで行こっか。よし、倒したな。漁りたいけど近づくの怖えな。うわ、被爆特攻兵、絶対やばいよ、超うめえ。絶対漁らないといけないやつ。警察官が来てる、あっちから。倒した、倒したろ、よし。絶対爆発するよね、あいつ俺にたどり着いたら。こっちも死んじゃっていいかな。よし、この作業員でかいけど。被爆作業員、あさりないわ、もう。被爆ゾンビ、何が起きるかわからんから、ゾンビに近づくのも怖いっていう。よいしょ、アロハデブー。よいしょ。うわっ、犬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 2匹いる。よいしょ。あー、よし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 、平和的解決。
これのどこが平和的解決だよ。いや、仕方ないんだよ。ゾンビたちと真っ向からやり合ったら怪我するから。よし。これが平和的解決なんだよ。真っ向からやったら。きっと。俺は知っているんだよ。やばいゾンビが来ること。今のゾンビなんだ。今のゾンビ気になるぞ。今のメガネかけてたやつ。学者っぽい。今のはなんかいいの落としそうな雰囲気。ナイフもいいよね、しまっちゃって。今の学者っぽいゾンビはちょっと下漁りたい。あ、もうなくなっちゃったかな。なくなっちゃったかな。これは解体しとこう。アロハ。アロハ、ウェイ。この犬生きてるな。よし。あー、こっちも。とりあえず角が一番ゾンビ来るポイントなんで。お、犬来てるよ。何今の。何から俺はアサルトライフル回収できたの？どの犬が生きてるの？犬だな。ああ、もう、やめろ。もう胴体打ちでいいか。2発で死ぬだろ。よし。平和だね。で、俺の目標はファーストエイドキットを使わずにこのフェラルフォードを終わらせたいんだよ。そうしないと次回のフェラルフォード用の、あれを、違う、なんていうの、作るための、材料残さないといけないから。ミスった。焦がすのと漁るの間違ってる。うん、あと14発しかないわ。殴ろう。よいしょ。よいしょ。よし。一回しまって、あの、大量ゾンビがいる場所行くか。よいしょ。アサルトライフル出すぎじゃね？アサルトライフル出すぎだね。大量にも程があるだろ。やばいゾンビいる？パッと見やばいゾンビいないよね。いたわ。倒した？あとは全部。普通っぽいゾンビたちだけだよね。犬。仕留めてない。よし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 。で、前回の透明化ゾンビ。前回か前々回か。透明なゾンビがいたんですよ。あの、プレデターみたいなの追加されたのかってちょっとはしゃいでたら、どうやら、グラフィック設定をいじったままプレイしてたら、その時のゾンビが透明化のゾンビになるバグがあるらしいです。それはもう仕方ないね。そういうことだったんだね。さすがにそういうゾンビいないっぽい。これ死んでる？死んでるね。お、朝です。朝。とりあえず、まあ、被害っぽい被害は、ないまま。朝は迎えた。けどゾンビはまだいる。じゃあこいつらちょっと減らそうか。フェラル化してる奴らはちょっと、怖いから。こいつもかな？こんなもんかな？犬いるな、どっかに。いた。あおー。あ、弾がない。なんか平和だったね。ちょっと思ってた。いて。思ってたよりは、平和的に終わったね。よしよしよし。銃乱射が1体か2体来てたかなぐらいだね。
あとは特に問題なく終わったかな。やばいのいないよね。よし、じゃあ表で戦いましょうか。よし、じゃあ減らしましょう。 OK。 あ、待って待って待って、それはまずい。そいつ絶対やばいやつ。試しに殴られてみたいけど、爆発されたら困るから。どうしよう。次からここで迎えるのやめようと思ってたけども、意外と耐えてるな。多分次ぐらいで爆発系がたくさん来るんだろうな。今回来た爆発は自爆ゾンビぐらいだったもんね。自爆というか、なんていうの、地雷って言ってたのかな、誰かが。まあ、倒された後に爆発するやつ、それぐらいだったね。なんで、まあまあまあ、距離を持っていれば全然大丈夫っていう。こいつか。よいしょ、終わったかな。あ、起きてた。まだ生きてる。 OK かな。よし、ふう、大丈夫、何事もなく。ちょっと銃が乱射されたぐらいで、あの金網が意外といい仕事してたな。正直あの金網、防御力不足ですぐ破られるだろうと思ってたのに、結構止めてくれたよね、弾を。リペアする価値はあるかどうかだな。収穫はいいんじゃない今回は。で、荒れ地の魔女がそこら辺にいるから、待って、どれだっけ、これか。荒れ地の魔女の死体探そっか。こっからでも入りまくってたな、ゾンビ。こっちも20ぐらいにしといた方がいいのかな。剥ぎ取りするか。ナイフしまってきたわ。よいしょ。どれだ、これかな。これは、おお、3匹ぐらいいる。アレッジの魔女の死体はどこ行ったかな。ああ、もう出ない。一回閉まってくるか。あ、被爆のハイハイゾンビ回収してねえ、死体。さっきの、いいぞー。順調にフェラルコードを乗り越えてるぞ。ゾンビ元追加してって言われた。思惑とは違う方向に流れてるかもしれないけど、今んとこ順調だぞ。平和的な感じで。やばいゾンビがちょくちょく顔を出してるけど、被爆とか書いてたら殴られに行くのも嫌だよね。どういう効果がついてるか気になるけどさ、あの被爆とか松明持ってるやつとか、殴られてみたいっていう気持ちもあるけど、絶対何か事故が起きるっていうのも分かってるから、もう、まあ、遠距離で倒しちゃうよね。安全に倒せるのは安全に倒しちゃうよね、やっぱり。うー、何これ、は誰だったんだろうこれ。マータリックアーマーとかさ、 MG4 とか、え、誰だここにいたの、誰だっけ。
そんなにごつい、あ、これが魔女だ。もう漁ったり。そんなにごついの持ってた？誰だ？え、でもよく考えたらさ、あれだよね。スタビのやばいゾンビたちってまだ来てないよね。あの、クラッシャーみたいなやつら。それ考えたらまだまだだな、本当に。まだまだ序の口ですね。これかな？これ違うな。これか？あ、これだわ。あ、これ違うかも。これも怪しいな。いや、でも平和だわ。よかった。釣ってる。いや、木をね、見て、このグラフィック、適当な感じの。いいね。いや、今回収穫すごくね？ちょっと、もうちょい、あの、被爆中佐っぽい人を探してこよう。中佐？大佐？被爆突撃兵？あのゾンビなんだ。ただのゾンビか。でかい気がする。あ、なんで、ただのゾンビだ。アル中かな？アル中ゾンビ。どこだっけ？そこら辺に死体あったよね、まだ。これかな？ちげえ。じゃあ、被爆突撃はもう。回収済みってことかな、俺は。そんな感じだね。よいしょ。じゃあ、あと犬回収でもするか。おお、じゃあ、あっさり今回もクリア。いいね。いいよ。本気で勝ちにいってる感が出てるよ。序盤に何回も殺されてるけど、ちょっと勝ちにいってるよ。で、体力もデフォルトがなんか200までらしい。そこまで上げたことがないからわかんないけど、らしい。なので、今240ぐらいまでもう行くのかな、俺。多分、どこだ今。230まで行くっぽいな、これで。どっかに最大値って見れないのかな。本当の230まで行くわ、健康値。なんだ130とかで俺も打ち止めになってたからね、いつも。ニワトリさんたちが平和的に生きてる。終わっちゃったね。フェラルホード終わっちゃいました。あっさり。次だな。次が大爆発起きるんだろうな。その時どう守るかだよ、ここは。その時セシカはどうするか。ということで、待って。今回の収穫を見よう。大きいゾンビ、巨人女ゾンビ、一回回収し損ねたのが、でかいけど。エクソグローブ、グローブ、レッグアーマー。ですね。これと、あと、スナイパーライフル MG4 アサルトライフル2丁と弾がちょいちょいって感じ。あとはまあどうでもいいやつかな。まあパワーコア1個ありがたい。で、これもまあ何に使うか知らないけど、このサイエンスなんちゃらの1個だよね、セットするやつの。アサルトライフルも入れて、ナイフ、
まあ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 。まあまあな収穫高じゃないでしょうか。MG4。AK 売るか。AK こんな品質いいの出てくるな。売れるわ。一丁売ってしまおう。これ30発だろ。美味しいわ。あれ、スナイパーライフルもしかして今回拾ったやつの方が品質良くね？いいね。じゃあ混ぜよっか、後で。じゃ、これ売る。売る。ゴミ。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。んで、次回、次回までにもう適当に整理終わらしておきます。これは。今回の成果品は。ちょっと多いからね。これだけセットしようか。ここにね。お、で、このあと1個だけ。これがやばいんだよ。だからこれ作らないといけないから。メディカルシューザーリクワイアドで、これはできる。で、これは5個ある。今回使わないで済んだから。ちょっと畑じゃない、砂漠行ってこないといけないですね。これのために、アロエクリームのために。というわけでご視聴ありがとうございました。静止化でした。無事クリアできた。ここも使うことなく。ただ分かったのは、ここで戦うってことが分かったから、こっちの防衛もうちょっと厚くしないといけないね。で、この金網は意外と仕事すると。というわけで、静止化でした。壊れてる、こっち。